こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は中間色の色のお着物が一番役に立つというテーマです。ここに3枚の反物をご用意いたしました。白っぽい薄い色、そして黒っぽい濃い色、それに対して中間色の色です。この3枚がどのように役に立つのかをご説明させていただきます。皆様はどんな色のお着物をお召しになりますか？白が好きな方、それから黒が好きな方、それから青が好きだったりピンクが好きだったりいたしますね。でも色の中で薄い色、濃い色、そして中間色と見た時に出番が多い色の濃さというのがあるんです。一番出番が多いのは中間色だと思われます。その理由をお伝えいたします。2つの理由があります。1つは季節との関係です。それからもう1つは立場ということです。立場との関係です。まず季節との関係についてお話をいたします。白っぽい色がとても素敵に合う季節というのがあります。それから暗い色がとても合う季節というのがあるんです。それに対して中間色というのはよく合います。この違いが分かりますか？とても白っぽい色が合う季節、とても濃い色が合う季節、それに対して中間色というのはとてもじゃないけれども平均してずっと合うんです。その季節をご説明いたしますね。薄い色は日差しが強くなって明るい季節に合います。ということは4月、5月、6月、7月、8月というような季節なんですね。ですから暗い季節から明るい季節になる4月から5月、6月というような季節に白っぽい色を着ていますと、とても日差しに合う大変好感度の高い色になります。それに対して日差しが暗くなって秋が深まってくるような10月、11月、12月にこのような色を着ると季節に合ったとても素晴らしい着姿になります。ですからそのような季節に薄い色のお着物や濃い色のお着物は大活躍するんです。それに対して中間色、中間的な色合いというのはあまり季節の影響を受けません。春にも、そして秋にも、そして夏にも、冬にも中間色は普通に合うんです。ですから季節の影響を受けないので、さあ今日何を着ていこうっていう時に4月にも着れますし、10月にも1月にも着れるんです。それに対してこのような白っぽい色を10月や11月に着ていますと、なんだか寒々しいという感じになります。また明るくなった5月にこのような濃い色を着ていますと、ちょっと暗いなっていう感じがしてしまいます。もちろん人によって白が大好きな方、それから暗い色が大好きな方はいらっしゃいます。ですからそのような方はそのような色をお召しください。でもいろんな色を着る方、いろんな色が似合う方というのは季節の影響がありますので、それを知ってお召しになるといいと思います。なぜならば例えば一重の季節などは期間が短いのでたくさんのお着物を持つことができませんね。なのに白い色だったり黒い色を着のお着物1枚だけだったりしますと、いざ着ていこうという時にちょっとこれは色が合わないかもというようなことが出てまいります。それが次にお話しする立場ということなんです。季節の他に立場によって色合いが合うというようなことがあります。白っぽい薄い色合いというのはおしゃれ感が大変高いです。それから清楚な感じがいたします。ですからちょっと汚れてもいいようなお席というのがあるんですけれども、本当は嫌ですが、その色を着ることによって周りの方たちに気遣いをさせてしまうような場面 TPO というのがありますが、そういうお席にあまり薄い色を着ていってしまうと
汚れを心配してしまうというようなことがあります。またこの濃い色は粋な感じ、通な感じ、色合いですけれども、そういう色が合わない、もっともっと普通な感じでいたいような場面がありますね。そういう場面にの時はもっと普通な感じがいいですよね。この色普通です。はい、普通に普通でいられる色合いが中間色の色なんです。お出かけに なる場面によっていろいろ自分の見せ方が違いますよね。皆さんと一緒に普通に出かけるんでしたらどれでもいいと思います。でその中でこのような色ですと、あ、今日はなんか一層おしゃれね、素敵ね、それからこちらもあのいつものようにかっこいいわねになります。でもあんまり目立ちたくないとか普通でいたいというような場面もあるわけですが、そうするとこのような普通の色はよくあの TPO に合うということになります。やっぱりさまざまな方がさまざまな場面で生活している中にお着物で行くので、自分の立場が際立たせなくてそれなりに普通でいたいということは多いわけです。で中間色でももちろんおしゃれ感は出していただけます。自分に似合う色だったり帯だったりコーディネートだったりということでおしゃれ感は出せます。それが広い状況、季節やそれから多くの人の間にいる立場という中で中間色は合わせやすいということになります。今は水色の中間色をご用意していますけれども、他の色でもそうです。中間的な色合いでしたら同じような扱いになります。私の場合はやはり一重のお召しで中間色を持っていますが、そのお着物のことを特に気に入っているわけではないんですが、出番が多いお着物として本当に役に立つなと思います。出番が多いということはコスパがいいということです。大活躍するということです。ですから色合いによって活躍度合いが違ってくるということはぜひ知っていただいて活用していただいた方がいいと思います。薄い色、濃い色、その間の中間色、中間色が一番出番が多いということをお伝えいたしました。ぜひあなたの着物ライフの中でご活用ください。で実際に私が着ている例がありますので、どうぞ画像でご覧ください。これは一重のお召しです。中間色なので本当にとても出番が多いです。こちらは一重の季節にこのお着物を着て写真展に行きました。このお着物は少し濃い色の中間色ですが、やはり出番が多いのです。今日のご案内はいかがでしたでしょうか。ぜひ感想やコメントをお寄せください。また高評価をいただけると嬉しいです。またぜひチャンネル登録もしていただいて、この東京日本橋着物を楽しむ学校の生徒になって継続してご覧ください。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。